チコ、コケゾウです。そしてチビゾウです。さてさて、今回は、誰もが知る名作のタイトルに一文字加えたら、ってのを見ていきます。と言いますと、例えばキャプテン翼、これに一文字加えると、キャプテン右翼、という感じになるわけだ。主人公のチーム、すごい保守的でディフェンス強そう。そしてアンパンマンなら、それに行け、アンパンマン、よりにもよって、社会主義の国に派遣されんのかよ。不作とかで気が起きた瞬間、めちゃくちゃたかられそう。いやいや、何笑ってんだよ。なので、ソ連に行くのはお前だぞ。ごめん、こいつのせいで全部持ってかれたわ。そんな感じで、いろんな作品に、一文字足していくぞ。一文字で原型なくなんのすげえわ。じゃ本編。アルプスの少女、は、廃止。スペシャル的に膨らみすぎて国外に飛ばされたんかよ。クララが立った。新聞たつき文彦。脳内再生余裕で草。ちなみに、もう聞けると、アルプスの少女廃人になるよ。アルプスの大自然の中引きこもって、ゲームをするんですか。からの、真面目に不真面目。で解決、ゾロリ。これはこれで、小学生に人気出そうなのがすごい。サザエユさん。いや、急に何が起きたんですか。何が起きたかって、それはタラちゃんが見たサザエの不倫だ。お母さん、誰と一緒。これ怒りの臨界点を超えたマスオさんのセリフだったのかよ。まあ実際のところはマスオさんの方が不倫しがちなんだけどな。そんな豆知識知りたくなかったです。そして鬼滅のバキ、強くなりたくば食らえ。最強の鬼を倒すって意味なら、バキもあるいは鬼滅なのかもしれん。んじゃ、この流れで。マッチョ売りの少女。可愛い顔して何を売ってんだよ。マッチョは、オーガはいりませんか。買った瞬間、アメリカが手に入るんですけど。これは暴力による、事件が起こりそうな予感。そんな時は、見た目は子供、頭脳は大人、名探偵、どこなん。知らんかな。名探偵がいないので、鉄腕、あと頼む。さっきから、すごく情けないんですけど。じゃ続きまして、コロコロ。私は、その人を常にデンジャラス爺さんと呼んでいた。こういった小説なら他にも、走れよメロス。頑張って走ってんじゃん。言っとくけど、とある自由研究コンクールで最優秀賞を取った村田くんの研究によると、行きの速度は時速 3.9 キロ、村からの帰りに至っては時速 2.7 キロとのことらしいぞ。もっと走れよメロス。メロスは怒って走ってハッピーになりました。はしょれメロス。次に行きましょう。恥の多い生涯を送ってきました。人間失格。いやこれちょっとずるくね。ラッツタみたい。そりゃ腰入れてるからな。ドラゴンボール Z かい。ドラゴンダンボール Z。いきなりなんなんだよ。というわけで以上、一文字足したらシリーズでした。これ以上ないくらいラストが雑かったんですけど。いろいろあったけど、個人的に好きなのは、ノルウェーの、タモリ。そんな感じで、この動画は終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。